はい、コメントありがとうございます。本日の日ではですね、2024年の3月8日ってことで、今からですね、動画の収録の方ね、行っていきたいというふうに思います。本日もよろしくお願いします。ということで、えーねえー、早速ですが、はい、えー、早速になりますが、こちらがですね、本日のちょっとラインナップになります。まあ、日本企業の3割 生成 AI 活用知らない。ゼータが日米デジタル経営,調査デジタル経営を実践する米国企業は50%を上回る一方日本企業は25%にとどまり日本企業のデジタルトランスフォーメーション DX が遅れを取っていることが電子情報技術産業協会ゼータが6日に発表した日米デジタル経営調査結果で分かった。 生成 AI 人工知能の業務活用は日本企業の3割が知らないと回答したゼータは日本企業の実態に即した人材施策と組織変革を行うとともに米国企業だからできるという考え方を捨てるべきと提言した調査は昨年10から11月 IDC ジャパンと共同で実施 正社員300人以上の規模を持つ全業種を対象に、日米それぞれ約300社の経営幹部とマネージャー層に聞いた。結果によると、DX やデジタル経営の取り組み状況を尋ねると、日本企業は26.4%が行っている段階だったのに対し、米国企業は53.9%に上った生成 AI の想定用途については知らない。 と回答したのは企業は米国が1%前後だったのに対し日本は3割を数えたさらに米国企業は4割前後が現在活用中と答え米国企業が先端技術を積極的に取り入れている実態が浮かび上がったあのー、うん。 デジタル経営を実践する米国企業は50%ト上回る一方、日本企業は25%ってことで、まあ業種にもよるんですけど、まあ、ただ、まあ、あの生成 AI どころか、まあ、日本の企業は、うん、デジタル化、うん、これあの、うん、デジタルトランスフォーメーション、まあ,あのデジタル化ですね、これすら要するにまともにできてないっていう企業が、まだ,まだ75%あるっていうことで、ちょっとびっくりですね。 ね、ちょっとね、まあ、私として驚きなんですけど、まあ、生成 AI、まあうんね、これ、知らない、うん、使ってないところか、知らないっていうところが3割もあるってことで、これ、テレビとか、要するに雑誌とかでもやってる話でしょ、これはちょっとびっくりですね、まあ、うんでえー、そう米国、そうですね、まあ、あの大体、まあうん でえーね、大体、まあ、あの企業は米国が1%前後、えー、だったにかかわらず、まあ、日本の企業は3割ぐらいってことで、まあ、この分野でも早くもちょっと遅れを取ってるっていう感じですね。まあ <laughs>、まあ、ちょっとね、まああのうん、これはちょっと具体、うん、あの抽象的な部分も多くて具体的にどういう業種でとか、まあ、どういう。その 感じで要するにまあデジタル化されてないとか、あ,あとまあ先生成 a の活用をね進めてないとかもあるんですけど、法律事務所をまあ <laughs> まああのね我らがちょっと, <coughs>、はい、えとダニエル弁護士の事務所はもう完全にデジタル化して今もちょっと <laughs> リモートで。 ね、ご出演いただいているわけですが、まあ、そういうダニエル弁護士から見て、日本の企業はちょっとデジタルル化されてないいいなと思まますす。かね。ダニエル弁護士、リモートでよろししくお願いします日本企業のデジタル化が米国に比べて遅れているかどうかは、複数の要因によりますが、一般的な認識としては、日本企業はデジタル変革を進める上で、いくつかの課題に直面していると言われています。 以下は、そのの理由のいくつかです。組織文化と経営スタイルの違い、日本企業はしばしば垂直統合された組織構造を持ち、意思決定プロセスが上層部に集中しています。これに対し、米国の企業はより水平的な組織構造を持ち、意思決定が迅速に行われる傾向にあります。この違いはデジタル変革を推進する際の柔軟性やスピードに影響を与えます。 レガシーシステムの依存度、日本の多くの企業は、古いシステムや技術に依存しているため、これらを最新のデジタル技術に置き換えるのが難しい場合があります。これにより、デジタル化への移行が遅れることがあります。人材の問題、デジタル技術やデジタルビジネスモデルに関する専門知識を持つ人材の不足も、日本企業がデジタル化を進める上での障害となっています。米国では テクノロジー関連のスタートアップ企業や大学が革新的な技術を生み出す土壌がありデジタルスキルを持つ人材が豊富です市場の特性日本市場は独自の文化的社会的要因によって特徴づけられておりこれがデジタルサービスの普及や採用の仕方に影響を及ぼしています例えば高齢化社会の進行はデジタル技術の採用に対する抵抗感を生む場合があります これらの点から日本企業がデジタル化において米国に比べて遅れをとっているという意見がある一方で改善のための取り組みも進められています日本政府はデジタルトランスフォーメーション戦略を推進しており企業や産業全体のデジタル化を促進するための施策を実施していますまた新型コロナウイルス感染症のパンデミックは リモートワークやオンラインビジネスの重要性を高め多くの日本企業にとってデジタル変革を加速する契機となりましたということでダニエル弁護士ありがとうございましたまあそういうことでやっぱり、まあ、ダニエル弁護士によりますと私自身もねものすごいちょっと感じてるんですけど。 やっぱりまあデジタル化がまあアメリカに比べてねやっぱりあの遅れている原因としてやっぱりあのまあ組織自体の,まああの意思決定のプロセスが上層部に集中してまあこういうところが大きいみたいな感じで日本のちょっと多くの企業は古いシステムや技術に依存しているまあまああのだから、結構あの変化に適応ができないみたいな感じで、う。ん まあ、デ,ジカルデジタル化への移行が遅れていることもそうですし、まあ、いろいろありますよね、まあ私自身ね、いろいろ、あのー、ね、まあ、まあ、遅れているってことで、えー、まあ、特に、まあ高齢化のちょっと進行とか、まあ、こういうところも非常に大きいと思います。まあ,あのこれ、まあうん ちょっとあとでちょっとマリアナさんに読み上げていただこうというふうに思うんですけど、まあ、<laughs> このちょっと記事のコメント欄なんかでも、まあ,あの、いろいろね、まあ、高齢化がですね、まあ、まあ、日本の企業の、まあ、経営者の結構ほとんどは高齢者とか、まあそういう人が多いので、結構高齢者っていうのは結構デジタル化とか、まあ、うん、IT 機器を使うとか、まあ、うん、そういうのにものすごい <laughs>、 うん、弱かったり、まあ、そういう部分はあるので、それがちょっとあの日本のデジタル化とか、まあうんでまあ、デジタル化だけではなしに、生々 AI 化にも遅れを取ってるっていうことで、うんまあ、ちょっとね、あの古いシステムとか、古い人がちょっと、あのなんか、正直言って、デジタル化っていう意味で言ったら、足引っ張ってんじゃないかって。<laughs> ままあああちょっとあのその件ね、ちょっと、あああののねねまそうですマリンアナさんに、ちょっとあのねネットのコメントのね、ちょっと読み上げていただこうというふうに思いします。私は日本人が勤勉だというのを幻想だと感じる。目の前の業務に大量の労力を注ぎ込むことを勤勉だとして、本当の利益につながることを考えることをしていない人間が多いのではないか。 疲れたよく頑張ったとこういう姿勢はタイだというものではないか考えるのが面倒だと日々の慣れた仕事に没頭しているそしてダメな会社ほど長時間労働を評価する特にタイムカードを押した後の真面目に仕事をするという意味を考え仕事の成果の評価方法を多く販売したからたくさん作ったから偉い のような単純なものではないものを模索することが、日本企業に求められていると思う。企業は知らない。いうことで、まあ済ませてるっていうことで。まあ、これもね、結構あの、そうですね。えー、まあ、目の前の業務に、あの大量の労力をつぎ込むことを、まあ勤勉ってことで、まあ効率化っていうことはね。 デジタル化したらほとんど結構効率化されてとか、まあ、そういうので、まあうん、効率化されたら逆に、まあ、自分の仕事がなくなっていらないっていうふうに言われてるってこと、うん、逆にあのそうです、ね、具体的に言えばあのちょっとね、まあ、これはすごい感じますね <laughs> すごい感じますね,、まああのねうん、こういった姿勢は、まあ、タイだって特に役所仕事とかそういうのは感じないですけどね デジタル化しようと思ったらできることをですね、あえてなんだかんだ理屈つけて、要するにあのしない、しないことで,要するに、うん、で、要するに目の前の業務をなくしたくない、なくさないことで自分の、要するにあの、ね、まあ、あの立場とかもそういう仕事を追われるとかも、そういうのをねあの、なんてやってるっていうことで、もうはから見たらもう時代遅れ、本当にあの1週間、2週間遅れてるようなね。 まあ傍から見たらそう思うんですけど、かたくなにね、要するにあの、ね、そういうところってね、態度を変えようとしないですね、うん。だから要するに、まあ、そんなところに,要するに本当に税金をつぎ込む必要はあるのかっていうのはぶっちゃけた話ですね。まあはっきり言って。うんまあ、疲れた、よく頑張ったって、それは何ですかね、それ。わ、うん、からないですあの。数字に出ないものは成果じゃないんで。うん そういうい感情論とかそう根性論みたいなのが横行してるのも、ちょっとね、私自身ね、古い人たちのちょっと影響じゃないか、まあ、古い人たちがね、特にあの体育会系とかまあそういうの多いですね。うん、まあ、成果よりもなんかあの特にその日給とかでその日給月給みたいな感じで働くの主、うん 若い頃から習慣化されたら、もうそういうのはないんでしょう。時代に取り残されてとか、まあ改善するとか、そういう発想自体ない。まあ、そういう人が多い、うん、まあ感じはします。まあ、まあ、まあ、私みたいな、もうベンチャー企業は毎日はしょ、まあ改善、改善、改善で、今もちょっとねまあ、生成 AI、うん、まあ、日々ね、業務にあの生成 AI を使いながらっていうことでやってるんですけど、 まあうん、でこれね、まあ、同じようなちょっと意見を、ねあのー、コメントをくださる、うん、方がいらっしゃいます、まあうん、そういう感じで、ね、あの真面目に仕事をするっていう、うんえーまあ、これちょっと古い世代の影響ではないかなとうう思うんですけど、もう一つね、あのー、マリアナさんにちょっと読み上げていただこうというふうに思うんですけど、まああのー、同じようなちょっと意見を述べている方がいるので、ちょっとマリアナさんに読み上げていただこうと思いします。 日本のの経営者ってその程度なんでしょうね知ってると答えてる経営者でも本当に活用できる人はその中でもわずかなんじゃないでしょうかうちの会社の経営者は新しいことをとずっと言ってるが経費申請も何もかもいまだに紙の伝票に手書きに印鑑という昭和の伝統をずっと守ってるある意味面白い会社です とかまあそういうのはもう最たる例で <laughs>、うんまああのうん、うちの会社の経営者は新しいことをずっと言ってる、うん、経費、うんまあ紙の伝票に手書きに印鑑という、まあ、昭和の伝統をずっと守ってるまあこれ何でもかんでもあのデジタル化すればいいっていうもんじゃな、ね、いまああのね、まあ、やっぱり公的な証明書とか、まあ、そういう部分ではやっぱりあの印鑑とか、うん、そういうの重要だと思うんですけどまあね まあ普段のちょっと業務でまあちょっと手書きに印鑑で紙の伝票ってのはねちょっと効率がまあ私としてはちょっとあの悪いと思うんですけどこの辺、ねちょっとあのダニエル弁護士もねまあこういうのはちょっとあの日常業務でいまあ未だにね結構ね相手に結構強要してくる部分が多いんですよ <laughs>。今、完全にトランスフォーメーションが完了した私の会社なんて もうあの要するに紙とかもほとんど使うこともなければ印鑑も使うこともないのに印鑑を押してくれとかそういうのだったらあのいちいち買ってこなきゃいけないとか迷 <laughs> 惑なんですよね、まあそういう意味でまあそういうところはあんまり取引しないようにしてるんですけどまあちょっとあのダニエル弁護士はねあいまだにその紙の伝票に手書き印鑑っていうのはちょっと業務上日曜業務にあの効率悪いという,ふうに思いますがね。ねダニエル弁護士の の伝票に手書きでの記入と印鑑を使用することは、特定の状況や業界においてはまだ一般的かもしれませんが、業務効率の観点からはいくつかのデメリットがあります。以下にその理由を挙げます。時間と労力の消費、手書きで伝票を作成し、印鑑を押すプロセスは時間がかかり、労力を要します。これにより、 他の業務に避ける時間が減少します。ヒューマンエラー、手書きによるデータ入力は、タイピングに比べて誤りが発生しやすいです。間違いを修正するためには、追加の時間と労力が必要になります。アクセスと共有の困難さ、紙の文書は物理的な場所に保管されるため、必要な時にすぐにアクセスしたり、チームメンバーと、 共有したりすることが難しい場合があります。保管と管理の課題、紙の文書を物理的に保管するには、適切なスペースが必要です。また、文書が増えるにつれて、整理や管理も難しくなります。セキュリティとバックアップの問題、紙の文書は火災や水害などの自然災害、盗難や紛失のリスクにさらされます。電子データであれば、 適切なバックアップとセキュリティ対策により、このようなリスクを軽減できます。環境への影響、大量の紙の使用は環境に影響を与えます。デジタル化は紙の消費を減らし、環境保護にも貢献します。このような理由から、多くの企業や組織は業務プロセスのデジタル化に向けて努力しています。デジタル化は、業務効率の向上、コスト削減、セキュリティの強化。 環境負荷のの軽減など多くの利点をもたらしますしかし完全なデジタル化には時間コスト教育が必要であり移行は段階的に行われることが一般的ですということで何かと、まあ、日常の結構、えー、業務に関してですね <laughs> まあねまあ出書きの年表とかまあそういうのであれば時間と労力がかかるヒューマンエラーが多いアクセスと共有の困難さとか まあ、みんなで共有できないとか、結構、うんうん、セキュリティでバックアップ、これはね、結構、あのうんえー、盗難や結構、紛失のリスク、うん、これは大きいですね。で、で環境への、まあ、影響、これは、うんまあ、そういうのもありますし、結構、あの紙自体が結構、高コストか、一、うん、枚一枚ね、結構コストがかか高かったり、まあ、そういうのでスピード感がかけたり、まあ、日常の業務で言ったら、 やっぱりいいこと一つもないっていうのはちょっと私の見解ですね。で、ちょっと休憩の後にですね、まあ、やっぱりあのダニエル弁護士にね、ちょっとあの詰めて、ね、あのー、まあ、私のちょっと師匠の、あのね、ビジネスの師匠の,のは、あのー、<laughs> まあ、あのー、マクドナルドの創業者の藤田伝社長のね、まあ,あ、速度を若手にする者が勝つって、まあ、

消費者のニーズや競合他社の動向は急速に変わることがあります。迅速に対応することで、企業は市場の変化に適応し、先手を打つことができます。イノベーションの加速、スピード感を持って新しいアイデアを市場に投入することは、イノベーションを推進し、競争上の優位性を確保する上で重要です。迅速な製品開発と市場導入は、 競合他社よりも一歩先を行くための鍵です顧客満足度の向上、顧客は迅速なサービスを期待しており、問い合わせや注文への迅速な対応は顧客満足度を高めます。この満足度の向上は、顧客ロイヤルティの強化にもつながります。機会の最大化、市場で新しい機会が現れたとき、迅速に行動することで、その機会を最大限に活用することができます。 遅れれてしままうと、競合他社に先を越される可能性がありますリスクの軽減、スピード感を持ってプロジェクトや製品開発を進めることで、リスクを早期に特定し、対処することができます。また、市場投入までの時間が短いほど、投資に対するリスクも低減されます。しかし、速さだけを追求することは品質の低下やミスの増加につながるリスクもあるため、 スピードと品質のバランスを考慮することが重要です。また、チームや組織全体が柔軟で迅速な意思決定を行えるような文化や体制を構築することも、ビジネスのスピード感を高める上で欠かせません。ええー、誰やで。弁護士、ありがとうございました。まあ、そういうことで、まあ、まあ、私のちょっと師匠の言う通りですね。まあ、スピード感っては、まあ、あの、非常に非常に重要。まあ、あの。うん まあ私の一つ、師匠のね、あのまあ、電車長のあの言葉を借りたらね、間違ってでもいいから、あの明日よりも今日 <laughs> あの答えを出せっていうのが、あの師匠の言葉なんで、まあまあ、それは、まあ、半分 <laughs>、今となっては半分ぐらい正解、まあ,あ、正確さっていうのはね、結構重要かなっていうふうに思うんですけど、まあ,あのそ、それもね、うん、あの重要な指針になってますとにかくスピード感がない人はイライララさせます。 なのでまあ今あの、うん、上記のようなちょっとはね、あの状況でイラ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 してる、当然要するにデジタル化っていうことでも、あのほとんど経済成長がないっていうのもね、まあ、うんまあ、今のちょっと日本の特徴、まあ、変,化に変化に疎くて、まあ、 まあ変化に疎くてでで、えー、そうですね、えー、適応できないとかまあそうですねまあ新しいことに取り組みたがらないまあ、うん、リスクをリスク まあこれうん、で変化に疎いで新しいことに取り組みたがらな、ね、い、まあ、チャレンジしたら結構失敗とか多いですリスクを恐れる、まあ、そんな中でやっぱりな何 <laughs>、うんまあ、今日の結論として、まあうん、上記のような まあデジタル化って全然あれですけどねまああの特に今で今風で言ったらまあ、うん、まあまああのー まあ外のことってのは、まあ、変化に疎い新しいことに取り組みたがらないん、ね、でリスクをわされこういうような日本、まあ、真っ先にあのデジタル化とか生成、AI、特に生成 AI ですよね、まあ、デジタル化ってのはもうほとんどやられてると思うのでなので、まあ、生成 AI 使って、まあ、ここまで <laughs> まあ自分の配信で言うのもなんですけどここまでちょっとあの、ねまああのまあ、生成 AI とかあのデジタル化、うん あのやってるところも、まあ、YouTube 上でも少ないんじゃないかなっていうふうに思います、まあ、生成 AI 化ってことで、まあ、やっていけば、まあ、大きなちょっと結果を出せるんじゃないかなっていうふうに見ています、まあ、そういう意味で、うん、あのもう、うん、ってことで、まあねまあ、日本のちょっと先頭に立って、まあ、音楽作ったりあの、ね、画像で、うん、何かとも、まあ、あの今日のや、うんまあ、ちょっと余談ですが、まあうん、日本を代表するソフトバンクの孫社長は、まあ 私のちょっと兄弟子で、同じあのね、まあ藤田伝社長のね、まあ弟子ってことで、まあうん、で、まあだいたいあの、まね事、あの、うんだいたいまあ、うんまね事はできてきてるから、まあ最大限ちょっと生成 AI を使ってね、まあ議論して、っていう感じで、まああの、マニアのサーチを、誰弁護士だけではなしに、 えー、この春からあのスポーツトレーナーとかあのバーチャル、えーはいえー、ドクターを交えてね、まあ、私の健康管理なんかもちょっとやっていただく予定です <laughs> まあそういう意味で、まあ、何もかもちょっと生成化していく、ねえー、感じにな,なりますので、ね、その辺ねまあ業務効率とか、まあ、そういう面でねやっていこうというふうに思いますまあそういう意味で、まあ、結論としては、まあ、あの逆にチャンスではないかっていうふうに思ってますまあほとんどの企業ってのは要するにまあ こういうい状態なわけですよアメリカに行ったら、要するにまあ同じような、うんまあ、感じで、うん、強い人を相手にっていうことですけど、まあ、そういう中で大体日本の会社っていうのはアメリカの真似事をするケースが多いので <laughs>、ね、まあ、アメリカが要するに先端で、まあ、2番線にみたいな感じで日本にやってくっていうのはほとんどなんで、その辺で。 まっ先にやって、で、そういうのはね、あの、要するにアメリカから情報を得て、日本に流していけば、まあ、それだけで大きな、あの、結果は出せるんじゃないか。まあ、今日もね、ちょっとど,どうなってるかわからないですけど、半導体関連とかすごいですね。まあまあ、そういう意味で、まあ、時代の最先端になってね、まあ、あの、株なんかも半導体関連がどうなってるのか、日々チェックね、あの、ね、まあ、ビジネスマンであればお,お願いします。ってことで、えー、ね、まあ、こういう面でね、まあ、うん、真っ先にちょっと <laughs>、うん。 まあ、1時間余りになりましたがね、まあ、あのー、今日の仕事はこれで終わりです。なので昼も、昼間からちょっとゲームしながら、まあ、成果だけをね、えー、目指す会社にしていこうというふうに思います。そういう意味で、うん、頑張っていきます。ということで、最後までご視聴いただきまして、あなたはそれとうございましますさようなら。